アレクセイ・ユリエビッチネモフは、ロシアの元体操競技選手。入児期に両親が離別し、母子家庭で育った。5歳で体操を始め、1993年世界体操競技選手権にて16歳で、国際大会デビューした。元来自由演技には、絶対の自信があり、1995年世界体操競技選手権では、団体後半、自由演技のみの得点は、 出場前選手中、第1位であったが、団体前半、規定演技の得点が伸びず、合計得点が、ロシアチーム4番目であったため、個人総合には、出場することができなかった。翌年のアトランタ五輪までには、規定課題を十分にマスターして、ロシアを団体総合金メダルに導いた。また個人総合では、中国の李想想と壮絶な接戦となり、 最終種目の鉄棒で逆転され銀メダルに終わった。2000年のシドニー五輪で、ネモフは抜群の安定感で、第一種目の鉄棒から首位を守り抜き見事、アトランタ五輪の雪辱を果たした。直前に長男が誕生しており、息子が良いモチベーションになったんだとネモフは語った。三度目の出場になったアテネ五輪の種目別鉄棒において、 ネモフは豪快かつ華麗な連続離れ技を披露したが、着地を大失敗したため得点が伸びなかった。採点ルールを知らない素人観客による場内のブーイングから採点がやり直され得点がわずかに上昇したが、それでもなおブーイングは山津競技が中断してしまった。そこでネモフは自ら感謝と静かにするようジェスチャーをし、観客を沈めた。ネモフは 最終的に5位だったが、次の演技者だったポールハムは銀メダルを獲得できた。1990年代中盤から2000年代前半にかけて活躍した。ネモフはこの時期に活躍した体操選手には珍しく6種目すべてにおいて不得意種目がなく、アトランタオリンピック及びシュドニーオリンピックではに大会連続の個人総合のメダルは元より、 種目別においても釣りは以外はすべてメダルを獲得経験があるほどネモフは理想想と並びこの時期を代表する男子、体操選手であった。ネモフは姿勢が美しく華麗な演技を持ち味としていた。ただし、観客の反応と採点は別の問題であり、アテネゴリンではそのことが表面化してしまった。また、同年代のイワン・イワン・コフラと共に、 旧総連邦の体操選手育成システム終盤の育成選手であった。ありがとうございます。